皆さんこんにちは、サモンズステーションのお時間です。 MC のコウスケです、よろしくお願いします。そして峠間のれっちです、よろしくお願いします。お願いします。ということで、サモンズステーションことサモステではサモンズ坊主の最新情報をお届けしておりますということで、はい、オレッチ、はい、まさかの、もうな、月1配信、今はでもこれ2ヶ月ぶり、月1か、うん、じゃあ1月もいや分かんない、何かしら情報があれば、何かしらあればね、てか続いてるね、はい、そう考えるとすごいね、続いてますよ、いろいろ続いてますけども、まあでもいよいよもうね、だいぶなんだかんだ2020年も終わる、終わりますよ、やべえ、何した、いやー何した、息してた、でもね、うん、行きたかったサウナに行ったサウナの聖地と呼ばれる場所に行ってきました。はい、まあまあ行きましょう。じゃあ、はい、さあということでですね、本日の見どころを紹介していきたいと思います。ということでこちら、はい、コラボイベント情報、そしてサモンズボード最新情報でございます。なるほど、はい、ということで、うん、早速最初のコーナーに参りたいと思います。こちら、コラボイベント情報ということで、今回コラボする作品はこちらでございます。オーバーロード3コラボ開催決定。さあということで、コラボ続きますね。いや続いてますね、これサーモンズボードの流れ来てますね、これこれ、毎月やっちゃうんすか毎月やらないでしょう。いや、わかんない。やらないでしょう。わかんない。さすがに、休ませて、ガンホーさん。休ませて。いやしかし、待望というか、結構、声上がってますね。これね、結構、コメント、生放送とかやってても、やっぱちょっとオーバーロードコラボ。俺も言ってたし。確かに。オーバーロード絶対合ってるよとか言ってたから、これ、いよいよ来たなって感じは。確かにね。満を持して感はね、はい、ありますけども。なんですが、まあね、初めてね、オーバーロード、聞いたよって方、オーバーロード3ですね。知らない方というためにもですね、はい、オーバーロード3の紹介をしたいと思います、はい、お願いします。圧倒的人気を誇る最強ダークファンタジーのテレビアニメ化シリーズです、うん、ストーリーも少しご紹介いたします、うん、時は2138年、一大ブームを巻き起こした仮想現実体感型オンラインゲームユグドラシルはサービス終了を迎えようとしていた。プレイヤーであるモモンガは仲間と映画を誇った本拠地ナザリック地下大墳墓で一人静かにその時を待っていた。しかし終了時間を過ぎてもログアウトされない異常事態が発生。 NPC たちが意思を持って動き出し、さらにナザリックの外には見たこともない異世界が広がっていた。モモンガはかつての仲間を探すためギルドネームであったアインズ・ウール・ゴウンを名乗り、異世界にその名を轟かすことを決意。これまででは余計な争いを避けるために目立たぬように行動してきたアインズだが、ついにその超越者たる力を見せるべく表舞台に姿を現す。喝采せよ我が至高なる力に、喝采せよ。はい、ありがとうございます。いやもうめちゃくちゃ噛まないようにね、え頑張りましたね、はい、今もうリテイクほぼなしで、いやー一回だけやったわめちゃくちゃ、しかも最初の方で、ね、最初の1行で噛まりましたいやでも本当にオーバーロードまあ、はい、1から続いて、そうですね、今回3ってなって、まあ、3のアニメね、3期って言われてるもんですけれども、はい、なんですか、1期2期となりました。3期もね、うん、もう今この現時点ではもうあの3期も一応放送は終わってるんですけれども、はい、まあね、それとコラボということでございまして、はい、まあ、そもそもね3まで続いてる時点でね、もう間違いなく面白いんですよ。いやもうめちゃくちゃ、もう僕あのね、こういうダークファンタジー系好きなんで、ああ言ってましたね、この悪者側っていうかね、はい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 、すごい好きなんで、これね、もうぜひともね、見てない方は見ていただきたいなと。特にゲームが好きな人はね、確かに見ていただきたい、ね、いわゆるこう異世界系の、ね、そう、まああと MMORPG とかね、そういうネットゲーム好きな人にめちゃくちゃ刺さると思う、はい、ぜひ見てほしいですね、はい、ということでですね、うん、今回のこのオーバーロード3コラボに登場するキャラクターを紹介していきたいと思います、うん、まずはガチャに登場するキャラクターです。1体目はこちら、モモンガがガチャに登場でございます、まあ、そうでしょうね。いやまあそれは主人公ですから、そら出てきますよ、まあ、とりあえずモモンガとして出てくるみたいですね、うん、そうですね、この時点ではアインズウルゴウンではなく、はい、と、はい、いうことでどんどん参りたいと思います、はい、続いてはこちら、はい、シャルティアがガチャに登場でございます。先にシャルティアという、ね、そうですね、まあちょっと印象的なシーンはシャルティアありますから、確かにかなりね、はい、あのバトル的な部分で、ね、そうですね、活躍するも多いですから、ね、はい、続いてはこちら、はい、アルベドがガチャに登場でございます。まあ俺の中だと割とこうメインヒロイン的な
感じはするね。メインヒロインだけど僕結構なんつうのか、まあ、こう癒しキャラっていうか。ああそうね。なんかあのすごい他の人に嫉妬するみたいな。あ、家で待ってる奥さん的なところ、ね。そう、うん、ちなみにね、モモンガが変えちゃったんだよね。あ、そうだったね。モモンガが大好きっていう風に説明を加えちゃったから、はいはいはい、アルベドがめちゃくちゃ好きになっちゃったってね、うんうんうん。はい、続いてこちら。はい、アウラ&マーレがガチャに登場でございます。はい。ということで確かこれさ性別逆じゃなかったっけ？ああだったね。ね、だったかも。しかもあのこの可愛い見た目して結構エグいんだよね。そう割としっかりしてる。はい、はい、続いて参りたいと思います。こちら。はい、デミウルゴスがガチャに登場でございます。いや、デミウルゴス最初暗躍しすぎて、うん、俺マジで悪者かなっていう印象やっぱね、味方としてね、やっぱいるんだけど。確かにね、まあ、大体このなんつうの、目が見えてないメガネキャラはね、大体怪しい、大体裏で動いてるよ、大体怪しい。はい、続いて参りたいと思います。こちら、はい、コキュートスがガチャに登場でございます。コキュートスはね、個人的にすごく、まあ最初もそんなに活躍の場なかったんだけど、うんうん、でもすごいね、やっぱお気に入りのキャラクターの一人です、ね、コキュートスかっこいいんだよね、普通に武士系というか、ね、そうですね、武士道に、はい、はいはい、で、ね、どんどん参りたいと思います。続いてこちら、イビルアイがガチャに登場でございます。はい、まあ、ね、後発的なキャラクターですか ね、そうだね、うん、はい、じゃどんどん参りたいと思います。続いてこちら、はい、セバスチャンがガチャに登場でございます。なんか大体ね、こういう作品いるよね、この執事で力強いやつ。でもなんかその上からみたいな感じは、強さランキングみたいな感じだったら、もう全然低いからね。ああ確かに、セバスチャンは、うんうん、でもまあ人間化だったら相当やばい、確かに。力の持ち主。さあ続いてこちら、パンドラズアクターがガチャに登場でございます。アクター確かなんかちょっと演技派な、いや違う、この人はモモンガさんが作った NPC だ。あ、ですごい自分の中二病をふんだんに入れたキャラクターで、はい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 、だけどキャラクターはすごいなんかひょうきんな、うんうん、で宝物庫を守ってる、確か万人だった気がします。はい、じゃ続いてまいりたいと思います。こちら、はい、ガルガンチュアがガチャに登場。いやいや、なんかやっとなんかモンスターらしいモンスター確かに出てくれたな。サモンズしてるね。さあどんどんまいりたいと思います。続いてこちら、ビクティムがガチャに登場でございます。あのね、俺は好きだし可愛いと思うんだけど、うん、見る人が見たら結構血管の感じとかちょっと怖いと思う。さらに最近イラストモード入っちゃったからね。そう、うん、よく見える、ね、見えるね、うん、静脈と動脈が、うん、さあということでございまして、うん、こんだけ今ねざっと紹介しましただけでも、はい、これがもうまずガチャのキャラということでございまして、結構ラインナップしっかりしてますね。はい、うん、続いてですね、SP あ紹介して回りたいと思います。最近定番の SP、 はい、まずはこちら、はい、モモンでございます。あ、この近接寄りなモードの方ですね。そうなんですよね、この、はいはいはい、モモンはこれ人間界に降りるために、まあギルドの衛兵、はいはい、あのね、みたいな感じで、なんかちょっと偽ってるというか、ね、そう、うん、で出てくる、でもね、これ持ってる装備が最強すぎてみんなからえみたいな。え、それって S ランクしか持てないよねみたいな。新人のふりしてるけどみたいな。そう、うん、だけど持ってるこのなんかね、タグがめっちゃ弱いみたいなね。はい、じゃあ続いてこちら、はい、ナーベも SP ガチャに登場でございます。はい、まあ、人間界に降りる時のね、相方役みたいな感じでございます。はい、そして、続いてはね、サモンクリスタル交換所ですね、こちらでございます。はい、ペロロンチーノがサモンクリスタル交換所に登場と。もう多分名前でね、察する方は多いのかなという方もいますけど、まあ、そうですね、まあ、いわゆるプレイヤー名と言われているペロロンチーノさんですけれども、果たしてどういう感じの強さを持ってるんでしょうか ね、楽しみでございます。はい、続いてこちら、コラボダンジョンですね。はい、はい、ドミニオンオーソリティが登場。いや、もう神々しいよ。迷宮で止まってていいんですか、あなたぐらいの。確かにね。いや、だけど、まあ、あの世界の話って、うん、もうなんつうの、モモンガさんとかのレベルって、うん、もう神より上なのよ。確かに。フォーボスだから。そう、なんか、その、中盤、だから、モモンガさん的に半分ぐらいの強さ。はいはいはい。レベル的に、うん。が、その世界の伝説の勇者ぐらいの強さらしい。あー、なるほどね。そう。はいはい。だから、もう全然、もう、こんくらいやんないと勝てない。神呼ばないとみたいな。そう。はいはい、はい、でどんどん参りたいと思います。続いてこちら、はい、2軍がコラボダンジョンに登場でございます。いや、すごい衛兵感がもうすごいけど、確かに。でもやっぱストーリー追ってるんですね、やっぱこの印象的なシーンをやっぱのキャラクターが出てきますね、うんうん、はい、続いてこちら、はい、カジットが神コラボダンジョンに登場と。
ということでございます。もう悪い顔してるよ。もういかにもね、うん、まあちょっと印象的なあのシーンがあるので、はい、そのカジットがねこの神コラボダンジョン登場なのは納得かなと思います、はい、そして、もう一人こちらクレマンティーヌが神コラボダンジョンに登場顔がもうね、顔がもうしっかりしてる。いやでも一応人間サイドですからね。まあまあまあそうなんだけどねもう狂気に満ちてる。いやいやまあまあ、うん、これでもね迫真のあのアニメの演技がすごいんで、クレマンティーヌさんの声優さんの演技素晴らしいんで、もう出てるよ、もうイラストから出てるあとこれね、まあ、モモンと戦うんですけども、はいはい、めちゃくちゃかっこいいんでこのシーン、うん、ぜひとも見てもらいたいです、うん、はい。そして、続いてがですね、なんとですね、はい、初の、はい、メツのロールダンジョン。いやーそれ楽しみだね。今までコラボの、ね、メツはあったんですけど、いよいよロールダンジョンでメツ、ロールダンジョンメツは初だと思うので、はい、どんな風になるのかっていうのも気になりますけど、何が待ち受けてるのか、はい、キャラクターはこちらでございます。どうぞ。はい、ヤルダ・バオトが登場と。もう明らかにっていうところ、ね、もうまあ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 皆のもの言わないですけど、まあ、誰なんだという感じはありますけれども、はい、まあね先見ていただけたらと思います。はい、はい、そしてですね、最後にこちら、ハムスケが、コラボに登場。コラボかわいい。まあこれあれですね、クエストで仲間になった、あそうです、ね、巨大ハムスターみたいな、モモのペットみたいな、ね、そうですね、うん、でも一応その人間界でも相当強い方の、あ俺でも画面のちょっと右下左下あたりにちょっとハムスケちょっと今日たまたまそうだハムスケみたいな格好だったいますよね、はい、ということで、はい、ですね、まあ、以上でね、うん、こちら紹介してきたんですけども、はい、森さん気になったキャラクターいました？いやーやっぱり個人的にはデミルスかコキュートス、うん、なんかね過信系やっぱ好きなんですよね。その確かにね、特にちょっとまあ特にコキュートスはどっちかっていうと魔物寄りというか、そうだね、デザイン的にも、うん、でまあ今回のやっぱコラボのキャラクターの中ではその家臣だからそんなにやっぱね前の方にバーンって出てくるわけじゃないんだけど、はいはいはい、まあ、そういう影で支える存在としてすごく楽しみなキャラクターです、ね、でもそう思うとあれだよね、キャラクターコラボで、うん、ちゃんとなんていうんですか、こうサモンズボードに合ってるキャラクターたちっていうか、あーかもね、そのてかそもそも世界観というかね、そうあれが近い、だからなんかそのまあね人間みたいなキャラクターじゃなくて、うん、ちゃんとこうモンスター系のがいるのが熱いなと、はいはいはい、楽しみです、まあ、もちろん僕はねシャルティアがやっぱ、うん、ああそっちだ、ね、やっぱシャルティアだし、そうすか、もう普段の格好もね相まってということなんですが、はい、ここでいきなりですね、うん、覚醒情報でございます。いつもはね最新情報で入れるんですけども、はい、ということでこちらでございます。まずはドン、はい、シャルティアが覚醒でございます。よいしょ。今まであんま覚醒を紹介することなかったんですけども、確かにね、はい、まあキャラクター紹介しての方で終わってたけど、まあこっちの方もしっかりということで、はい、このシャルティアはみんなね印象的なシーンなんじゃないでしょうか。まあ言っても多分ね、その俺らちょっと今の内容に触れすぎないようにみたいなところあって、まあ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 さすがにね今から見る人もいるからね、ああだからまあまああるね主要人物との戦いが描かれるんですけど、はいはいはい、まあ、そこがねめちゃくちゃ熱いので、まあ、見ていただきたいシーンではありますね、はいはい、そしてですねもう一体は、はい、まあ、みんなわかるんじゃないですか。いやさすがにやっぱちょっとね名前の表記が違ったので、うんうん、あの人が出てくるということで、こちら、はい、モモンガが覚醒でございます。まあでも名前はまだねちょっとこれねわかんないですけれども、いやわかるだろ、わかるだろ、アインズ・ウールゴンさん、いやそうだろどう考えてもわかんない、モモンかもしれないよ、まあね、いやそっちに行くんかい、いや全然、まあでもね一応モモンガはキャラクターが覚醒ということでね、はい、間違わないようにしていただきたいと思うんですけども、はい、はい、ということで、うん、初のねちょっと覚醒まで紹介、いやーでもねデザインもやっぱり、うん、まあモモンガからアインズ・ウルゴン、まあモモンガの覚醒なんですけど、うん、デザインもやっぱねなんていうのかな、迫力があるというか、なんなら、うん、別にそのあれだよね、なんかサボンズの、うん、塔のなんかボスみたいな、いてもおかしくないねいてもおかしくね、なんかそんな感じですよね。いやもうちょっとロールダンジョンやめて塔にしたらいいいやでもナザリク大噴霧だから下がってからいけない。あ確かに、あじゃあそうそうそう、どっちかっていうとマクツだな、マクツみたいにできるかもしれない。え超遠ってる、いやいや無理無理無理もう大体できて、もう勝手にこうほぼほぼできてるから、ほぼほぼできてるから、もう無理です。だからオーバーロード8ぐらいの時に、あそうですね、マクツ入れてもらって、あいや楽しみですね、はい、ということで、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなと思うんですが、うん、ここからはですねイベントやキャンペーンを紹介したいと思います、はい、お願いします。まずはこちら、
はい、コラボ記念ログインボーナスとして、期間中毎日ログインで光結晶最大15個とオーバーロード3コラボのキャラクターが手に入るログポガチャが、5回がゲットできます。はい、まあ、ログボですけどね。はい、ログボ、もう混ぜちゃった俺ログインポイントだと思う。そう、よく間違える、ね、そうそうそう、ごめん、ログボね、ログボでございます、ログボ濁るのね。あ、そうですね。はい、ということでね、毎日ね、ぜひとも、ログインしていただきたいなと思います。はい、最近ね、ログインの UI も変わってね、すごいログインしやすくなった。あ、しやすかったね。はい、うん、さあ続いてこちらでございます。はい、コラボ期間中にログインで、こちらのね、特別なアルベドをプレゼントということでございます。まあ、どんな能力があるのか楽しみではありますけど、ね。はい、まあ、大体ね、あの初心者に優しい能力になってますんで、そうですね、これを機にしっかりゲットして集めてほしいなと。はい、こちらですね、お知らせメールにてお届けとなります。はい、はい、そして続いてはこちら、キャンペーン情報でございます。はい、オーバーロード3コラボを記念して最大キャン3大キャンペーンを実施いたします。はい、ツイッターにてギフトカード5000円分が当たる、リツイート&ツイートキャンペーンを実施。さらにログインでスタミナ回復薬がゲットできるキャンペーンも実施しております。ということでですね、コラボやキャンペーンの詳細に関しては後日公開するウェブページをご確認ください。はい、ということなんですけれども、うんうん、最後にですね、やはり気になる開催日がまだ出てないんですけど、最近でも、うん、明日ってのなくなったからね。そうですね最近もうそれないから。ないです。ちょっと多分日開けると思う、うん、ちゃんと決まってます、うん、あ、そうっすか。ということで、気になる開催日はこちら。はい、12月3日木曜日でございます。よいしょ。だいたい、まあ、だからね、これ、あの、いつ、ちょっとまだ公開されるか分かんないですけど。あ、確かにね。はい。うん、まあ、でも、この前には、最悪2日には公開してると思う。いや、この動画4日に上がってたらびっくりするわ。そうか、そうか。ということでね、ぜひともね、皆さん楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、ということで、以上、オーバーロード3コラボ、情報でございました。さあ、てなわけで、ここまでですね、コラボイベントのご紹介でしたが、最後にやはりこちら、ドン。はい、サモンズ最新情報ということで、まずはこちら。はい、新モンスター情報でございます。こちらの新モンスター、協力マップの新モンスターでございますということで、ドドン。はい、ということで、新ね。協力マップのモンスターということなんですけれども、海感がね、そうですね、ちょっとどういうマップになるのか楽しみですけど、なんですが、僕らのもねある情報はイラストのみとなりますので、あくまで想像です。いや、でも、あ、そうね、そうなんだけど、今なんかでもさ、その左間違いなく進化前、もしくは覚醒前だと思うんだけど、はい、なんか角がなんか召喚されてんの、なんか確かになんか、そうですね、水の中からなんか変わってる、角からなんか出してんのか、そこから出てきたのか分かんないけど、ね、ちょっとねエフェクトが気になるところですね。はい、今だとねイラストモードで全部見れるので、確かに、ね、ちょっと確認したいですね、観察したいですけど。はい、はい、さあ続いて、こちらでございます。もうね季節的にクリスマスイベントの、そうか、はい、今我々はね、あの時間軸的にはちょっと前、まあ、一応この動画ね11月末的に多分出ると思いますね。もうクリスマスの時期です。やば。やばいな。ということで、クリスマスの新キャラこちらでございます。ドン。はい。ということでこちら誰か分かりますか。前月さんですかね。はい。前月さんがなんとですね、もうねサンタさんになって。なんならあいつクリスマスツリー振り回せもしてる。どういうこと。いやでも俺今気づいたんだけど、うん、クリスマスとか言ってるじゃん、うん、俺半袖なんだけど。いやもう本当いやもう季節錯誤もいいとこよ。だから俺ちゃんと合わせてこの長袖暑い中来た方がいいですか。いやもういいよ、押せよ、もう押せよ、来た方がいいですか。もうクリスマスだよ、やば。何俺らこれ何8月に行った全然8月じゃないけど、すいませんでした。はい、ということでですね、もう1キャラ、はい、いるみたいなので、ということで、こちらでございます。ドン、出たー。これ誰か分かりますか。これエドシーフマウスですね。はい、これまあ我々がね、うん、番組でちょっといろいろ募集したりとか、そうそうです、あとなんか我々考えてあの完成させていただいたキャラクターですね、うん、これでよく見たらですね隠れキャラいっぱいいるんですよ。いやあのね割と目につく、だいたいさペンじゃん、うん、こういうのって、うんうんうん、普通に人とモンスター潜んどるやんけ。いやいるそうなんですよ。いやこれねだからね俺ね今後エシさんいるじゃないですか、うん、サモンズボードね書いてる、うん、エシさんもやっぱそのイラストモード追加されたから入れてくんじゃない、細かく追加、あのほら前にさあのメガネが入ってたりとかさ、はいはいはい、あれはでも要望だから、ね、要望だけど、要望でもなんかそういうさなんか隠しで入れときましたみたいなやつとか、
ね、その S さん側から聞いてみたいよね。確かに、ね、実はこれあるんですよ、うんうん、なんかさ江戸シーフォーマス作った時って、うん、猫みたいな要素を無理やり無理やり入れた入れたんじゃなかったっけ、そのネズミだからみたいな、そうなんかね、いろんな要素入れようみたいな、うん、そうそうそう、だから一緒ですよ、うん、確かに ね、うん、この前作った時の、いやすごいな、はい、ということなんですが、うん、今回ね、公開したクリスマスキャラはあくまで一部でございますので、まだまだねこれから情報出ると思いますので、楽しみですね、そちらね、公式ウェブ、はい、公式ツイッターだと確認していただけたらなと思います、はい、ということで、ここまでは新キャラクターの情報だったんですが、はい、まあね今回ねコラボでもねありましたが、もちろん、こちらでございます、どうぞ、はい、覚醒情報公開でございます、はい、まああるでしょうね、まあやはりねサモンズ側でもありますよ覚醒情報、はい、ということでまずは、こちらでございます、交流が覚醒決定、いやーやっとというか、そうっすね、ずいぶん待たせ、ま、お待たせいたしましたというか、いやマジでどんな風になるんだろう、まあやっぱ交流って割とこうね、あの初心者向けというか、うんうんうん、一番最初のホークとかもあるときにそういう役に立つキャラクターだったんですけど、そうですね、追撃キャラ、そうなんですけど、今回覚醒することによってどこまでこう前線で戦えるキャラになるのかっていうことはさ、なんならこうなんですか、こう初心者向けの覚醒キャラになるのかね、あこう比較的、まあでも入手難度がとても低いというか、ね、だからその1個のみんなの目標になるというかさ、うん、そこだったらいいかもね、いやでもだとしても今までそのデスパリウムとかあの初期の神系のやつとかで覚醒した後めちゃくちゃ前線で戦えるキャラクターになってたから、うん、そう考えるとまだ光竜もそういうちょっと尖った能力持ってる、どうする急にめちゃくちゃもう絶対入りますみたいなキャラになっちゃうそこまでは来ないだろうけどね、いやないかないか、でもまあそれぐらいになってほしいって思いはありますね、でも、ね、うん、やっぱりみんなにゆかりのあるキャラなんで、功労者ですから、はい、ということで、こちらねまず交流なんですが、うん、もう1体いますお、はい、ということでこちら、はい、ゼノバでございます、これねゼノバ、うん、なんかこの前の我々やった塔とかでもちょっとやっぱ活躍してくれたりとか、うん、そうですね、あと、まあ、僕これゼノバ出るためによく言ってるんですけど、うん、一番最初の配信でチャレンジ企画でクリアした相手がゼノバだったんですよ、ああそうか、そうで、なんで個人的にはすごく思い入れのあるキャラクター、相手として敵として、なんかもう僕の印象だと最近ゼノバさんなんかなんか誰かの覚醒のキャラみたいな、あ素材キャラみたいな、あでもねやっぱそういう番の活躍、 そのためにこうね行ってるからダンジョン行って、ああまたやったなみたいな、そうそうそう、感じはあるから結構割と思い入れの強いキャラクターではあるのですごい楽しみでございます、はい、はい、今ね公開した皆さんが見ている、イラストはですねあくまでラフなので、はい、ね、本番はもうちょっといい、はい、もうちょっともう、ね、完成された、された、はい、うん、されたと思ってる思いますので、はい、ぜひとも、ね、楽しみにしていただけたらなと思います、はい、ということで以上サモンズボード最新情報でございました。さあてなわけで、うん、まあ、今回もですねコラボ情報だったりサモンズの最新情報を伝えてまいりましたけれども、はい、うん、堀さんいかがでしたか。まあコラボ情報に関してはちょっとねさっき軽く感想言ったんで、まあ、最新情報についてちょっと話してみたいなと思うんですけど、うん、まあ、やっぱその初期のキャラクター系、まあ、交流とかゼノバとかって結構序盤の方で、うんうんうん、あの今もね何年も続いてるんでって言い方をしたら結構序盤の方で登場したキャラクターなんで、うん、そういうキャラクター覚醒してどんな風に化けるのかっていうのはすごい楽しみなポイントですし、うんうんうん、あとはやっぱねエドシフマウスの別バージョンとして今回ね、うん、あの一応我々がこう考案に関わらせていただいたキャラクターがまた出てくるということで、うん、まあ、どんな形で登場するのかっていうのはねすごく楽しみでございます、はい、はい、小介さんどうでしたか。いややっぱオーバーロードっしょオーバーロードっしょ好きだもんね。いや僕、いやなんかそのなんていうんですか、さすがにやっぱ一ね、もう時間経ってて、はい、あれだけど、うん、やっぱ今でもバッと思い出せるぐらいの作品だから、確かにそれがね、やっぱサモンズボードに来てくれるのは、嬉しい。激アツだよね。いや、ちょっと、もう俺も、ちょっと、なるかな、アインズ様に。じゃあちょっと、あの、ネットゲーの世界に、とりあえず、あの、閉じ込められるとか。いや、マジでそれ無理かもしんないな。あと、あの、終わりそうなやつを探そうかな。俺逆にあれだから、ずっとネットゲー後ろの、上手い人に後ろついてくるから。金魚の本体、ね。俺無理かもしんないな。モモンガ様にはなれないかもしんない。まあでも、コラボキャラは、コラボガチャね、はい、たくさん弾きたいと思いますので、うん、ぜひとも、皆さんもね、楽しみにしていただけたらなと思います。うん、
ということでですね、今後もですね、うん、まあまあ月1とは言わないですけれども、はい、まあね、早め早めに、まあ、1年ぐらい開かないように。そうです ね前回かなり開いちゃったんで。そうですね、前回とか前々回か。そうですね、前々回かなり開いちゃったんで、まあね、今後もいろいろ小さな情報でもね、うん、皆さんにお届けできたらなと思いますんでね、はい、ぜひとも皆さんね、引き続きご視聴いただけたらなと思います。ということで、また次回のサモステでお会いいたしましょう。例のあれ言いますよ、せーの、1、2、3、サモンズ、バイバーイ。